おはようございます。今日は私の休日の過ごし方を紹介していこうと思います。いつも平日は6時半に起きますが、この日は休日なので起きたい時間に起きました。現在朝の7時です。朝起きたらまず一番最初に洗顔、歯磨きをして朝ごはんを食べます。歯磨きをしてからすぐに朝ごはんを食べると歯磨きの味がするので、たまに食事をする前に散歩やストレッチ、ゲームをします。その後メイクをします。イギリス人と日本のお化粧品について思うことは、日本の薬局のメイクコーナーに行くと、とあるイギリス人が日本に行った時キャラクターがついている商品を思わず爆買いしたそうです。はい、ひとまずメイク完成しました。次着替えます。この後何時間かしたらハンディマンの方がエアコン直しに来るので、それまで動画の編集をしようと思います。ベッドルームにあるエアコンはもちろん効くんですけれども、このリビングルームのエアコンはもう2年間ずっと壊れっぱなしなんです。なんだかだ直そうとしては日程が合わなかったり、大家さんと連絡がつかなかったり、忘れたりなんかしてね、気がついたら2年経ってしまったんですけれども、今日がついにねエアコン直せる人のことで楽しみです。あ、そうだ、今私の後ろにあるこのベッド、マットレスなんですけれども、なんと私のお母さんとお姉ちゃんが明日ロンドンに来るんです。 Amazon の確かオリジナルブランドなんですけど、この一つで100ドルだから、まあ1万5000円ぐらい、そんなに高くない金額でマットレス買うことできたのでワクワクします。せっかくハンディマンがまだ来てないので、編集する前にこのマットレス引いてちょっと準備しようかなっていうふうに思います。あ、どうしようかな、どっちを頭にしようかな。次の日はヒースロー空港で家族をお出迎え、それに合わせてベッドメイキングをしているのですが、やっぱり乾燥機を使ったからシーツがしわくちゃになってしまいました。イギリスではアパートのことをフラットと言いますが、住んでいるフラットによってはベランダで外干しができるできない場所があります。ちなみに私の住んでいる場所では外干しは禁止です。バーベキューなども禁止なのですが、この前住人がベランダでバーベキューをして、誰かが報告したためか、ポストの中にバーベキューはしないでくださいと管理会社からの手紙が入っていました。布団はこれニトリで買ったものを使ってもらおうと思います。これ冬用だからちょっと暑いかもしれないですけど、秋のロンドンはかなり気温が上がり下がりすごいしやすくて不安定かもしれないです。本当はこういう布団一式をロンドンに持ってくるか迷ったんですけど、まあ、せっかくねロンドンにいるんだったら1回でもいいからね、お姉ちゃんとお母さんに来てもらわなきゃっていうふうに思ってずっと温めて持ってたんですけど、ついにこれ使う時が来てよかったです。ピンクのマットレスカバーが違和感ありありだけど。そして編集の作業に取り掛かります。今日は特にこれといった用事がないので編集がメインの日になりそうです。私も人間なのでずっと編集をしていると集中力が切れて作業効率が落ちてしまいます。そんな時は一旦パソコンから離れてランチをしたり、スーパーに買い出しに行ったり、ポケモン GO しに公園に行きます。これらはまだ時間に余裕がある時ですが、外に出てる時間がない時、そもそもそんなに時間に余裕がない時は動画に使う音楽を少しずつ消して新しい曲をダウンロードしています。実はこれよくやってるんです。これを繰り返すことで気分も音楽も変えていってます。そして現在エアコンの修理に来るハンディマン待ち、すでに到着してもおかしくない時間なのにまだ来ない。30分が経ち、1時間が経ち、しまいには2時間が過ぎようとしていた頃、電話がかかってきました。誰かな。 Hello? Yes. Let me check. I don't hear any knocking sound. No, he's not in front of the door. I opened the door but he's not here. Now he's here, Peter. He's here. Thank you. Bye.Hello, how are you? My name is Bill and I'm coming to sit as your Yes, person. Please. Thank you. Tell me now, where is the problem? In this room? Yeah, this room. I can hear the sound from this side, but not this living room. Can you hear that? Yeah. See, this one is broken, this part. Is it broken? Yeah.
You have something to replace? No, I need to order. I don't have this stuff. So it does mean that you cannot fix today? No, it will be fixed. Okay. I take, when you take them out, it will work. Oh! No worries. Thank you. Have a nice day. You too. Bye. はい、外に出てきました。今からバスに乗ってパン屋さんに行きます。先ほどね、言った通り、お母さんとお姉ちゃんが明日来るので、今からロンドンで一番美味しいパン屋さんで有名なパンをね、買いに行こうと思います。また久々に喋るのが楽しみです。あ、来た。じゃあ今から早速バスに乗っていこうと思います。私が今から行くパン屋さん、そのロンドンで一番美味しいっていう人気のパン屋さんはキングスクロス駅に近いんです。キングスクロス駅はハリーポッターの9区4分の3番線で有名のあの駅がなんとこの近くにあるんです。So can I have strawberry tarts? And I am the one who reserved for five tarts. Thank you. Are they working here? The guy, the brothers, two brothers. They left, they sold their business and they left to France. They went back to France? Oh my gosh! What's up? びっくり。Do you know what they do in France? Do they started like running the bakery store again? No.Gardener. Really? He was telling to one of my chefs that it's very hard for him to do that work because he used to bake this pastry. Oh! Hi! Oh, so you're the one who making this thing? Yeah, this is different. Ah! Nice to meet you! Make the breads. All the breads. I will come back here! Yeah. Thank you! Bye!次はスーパーでお買い物して帰ろうと思います。今回はアジアの食材を取り扱っているお店にやってきました。イギリスの普通のスーパーでは椎茸や大根、さつまいもやニラは売っていないので、月に2回から3回買いに行きます。私は主にここに来たら豆腐と油揚げをよく買いに来ます。今日のスーパーではこういうものを買いました。まずは豆腐、それから今回初めて買った春巻きと、たまに食べたくなるラーメンの生麺と、隣にはインスタントラーメンを買いました。最後は麻婆豆腐の素。こないだ行った中華屋さんで麻婆豆腐を食べてお腹を壊したので、今回は自分で作ってみることにしました。次はロンドンで一番おいしいパン屋さんで買ったケーキ。ストロベリータルトは私の2番目のお気に入り。一番は名物でもある洋梨タルト。梨の酸味と程よい甘さのタルトがマッチして美味しいです。リンゴタルトも買って合計で6つ、2回に分けて私のお母さんとお姉ちゃんの3人で食べようと思います。そしてストロベリーフラペチーノを飲みながら再び編集をしていきます。とその前にちょっと休憩。この間に YouTube のコメントや Twitter、Instagram をチェックしていきます。ちょっとね、窓が後ろだから逆光になってて申し訳ないんですけれども、今でだいたい夕方の6時です。動画としてはねまだ完成はしてないんですけれども、今日の分の編集はとりあえずこれでおしまいです。今日は休日で、かつ外に行って動画を撮りに行くっていう日ではなかったので、比較的かなりゆっくり過ごしました。あ、ちなみに今私の後ろにあるのはひまわりで、だいたい600ちょいぐらいかな。
それで結構水切りをして思ったのが茎がかなり太くてびっくりしました。私の親指よりも太い。日本はどうだったか忘れたんですけど、イギリスで売られているスーパーのこういう切り花にはこういう栄養剤も一緒についてることが多いので、わざわざなんか栄養剤をボトルで他で別で買うっていうことがないので、すごく助かってます。はい、これらが比較的ゆっくりとした休日の過ごし方でした。ご視聴ありがとうございました。